相田理香子です。この相田理香子のラララジオは日曜日の夜に聞いてくださっている皆様に私相田理香子がラララな時間を届けるラジオ番組です。じゃあまずはおもちゃでラララのコーナーに行きたいと思います。今週はこちら。はい、最近やりたてのちいかわ討伐シーンフィギュアでございます。いやちょっとね感動しました。私は本当にこんなにね、見てこのちいかわちゃんたち相当ちっちゃいのにもう顔が完璧なんですよね。全部本当に質がいいというか綺麗に顔もちゃんと描かれていて、ちなみにこれが、こっちがこの有名なね、あの子とこっちがでかい鳥、かわいい。でかい鳥って言うんですよ。適当に言ってるんじゃなくて、らしいですよ。そうそうそう。これはね、500円だったかな ?1 回。で、3種なんですけど、ちょっとコンプできてなくて、いや、したいけど、残り1個で、ちょっと出る気がしなくて、どうしようかなと思ってます。はい。これ本当にかわいいから、ぜひ、見かけてやってみて、ちょっと自分の手でこれちょっと触ってみてほしいです。はい、ぜひぜひやってみてください。そしてそしてここにね明日発売の写真集もね届いていたりするので、この後、しっかり皆さんと一緒にね写真集のお話もしていけたらなと思います。それでは始めていきましょう。今夜も一緒にラララな時間を過ごしましょうね。改めまして、相田理香子です。それでは、まずは、明日発売の、相田理香子写真集、日々が届きましたので、ちょっと、これを見ながら少しお話ししていこうかな。ちなみに、私も、今、ちょうど収録の時に、マネージャーさんに届けていただいて、初めて手に取ったんです。こう、現物を。いやー、すごい感動。やっぱり、なんかこう、重みがありますね。みんなで一生懸命作った作品なので、こう、形になるのは本当に嬉しいでございます。はい。こっちが通常版です。はい。お気に入りのお写真を表紙にしていただきました。はい。昨日が多分イベントだったと思うので、もうお手に、持っている方もいらっしゃると思うんですけれども。いやー、なんか、本当頑張ってよかったなって思いますね。こう、完成品を見ると。そうだなー、好きな写真、いっぱいあるんだけど、やっぱり、個人的にこの、見せちゃおう。サウナの写真とか。あ、まだね、ちょっと買ってない人もいると思うし、買ってから見たいっていうね、方もいらっしゃると思うので、ちょっとチラチラとこうね、なんかドレスのカットがあったりとか、はい。っていう割に結構見せるやんって思うと思うんですけど、はい。とかね、うん。温泉のカットがあったりとか、はいはいはい、ママはこう浴衣を着てたりとか、めっちゃ見せるじゃん。はい、こういうのとか、いろいろありますね。はい。これぐらいにしとくか。そうなんです。結構、何着来たかな ?13 着?うん ?14 着だったかな。もう、かなり着させていただきましたね。フィッティングも大変だな。でもね、本当は、そう、それだけ13着、14着着てるから、個々の写真、個々のお衣装のお写真、もっと使いたいのいっぱいあったんだけど、だから本当にこの写真集の中に、どのカットを入れるかとか、すごく悩んで、もう泣く泣く、じゃあこれは別のとこで使いましょうみたいなね、お写真もあったりとかして、でも、ありがたいことに、どっか店舗さんにて、アナザーフォトブック
とかも入っていたりして、そっちも全く違う写真を使っているので、あのフィルムだけで撮った写真、フィルムで撮った写真だけを集めたフォトブックとかもあったりとか、なんかこう、この写真集の派生とは思えないくらいなんかこう雰囲気違う写真とかも入ってたりするんで、すごい読み応えがめちゃくちゃあると思います。だからね、多分皆さん本当どこの店舗で買おうかなっていうのをすごくね、悩むと思います。そう。あとね、最後には直筆でメッセージもね、書かせていただいたんですよ。このね、写真集のタイトルにまつわるようなね、ことをちょっと書かせていただきたいので、書かせていただいたので、皆さんへのメッセージをぜひ、手に取って見ていただけたらなと思います。で、そうそう、こっちがね、Amazon 版の表紙。中身はね、もちろん一緒なんですけど、はい、これもね、迷ったんだよな、すごく。他にも候補あったんですけど、なんかこう、自然な笑み。なんかあんまり作った表情とかじゃなくて、ナチュラルなね、表情をしている写真がいいなと思ったので、こちらにしました。あー、そうだ、触れるの忘れてました。こちら、タペストリーです。はい、こちらも、店舗の特典の、インフォスクエア版にて買える、タペストリーです。写真集についてきます。はい、結構な大きさです。この写真もね、悩んだんですよ。いろいろ迷ったんですよね。お部屋に、まあまあ飾りやすいお写真。そこまでこう露出もありすぎず、なさすぎず。そう。まあ、お母さんが部屋に入ってきても大丈夫なような、写真にしました。はい。なので、堂々と、デカデカと飾ってください。はい。ありがとうございます。じゃあ、改めまして、セカンド写真集日々は明日3月25日発売ですのでよろしくお願いいたします。では皆さんから届いたメールをご紹介しましょう。ラジオネーム千光クーラさんからです。アイラさんこんばんは。写真集のタイトルと表紙が発表されましたね。タイトルは日々、何気ない素の相田さんを感じられそうなタイトルでとても素敵です。表紙も通常版、Amazon 版、どちらも可愛くて気に入りましたよ。個人的には相田さんの笑顔大好き人間なので、Amazon 版がめちゃくちゃ刺さりました。もしよろしければ、タイトルが日々に決まった経緯をお聞きしたいです。それでは25日の発売を心待ちにしていますね、とのことです。ありがとうございます。そうですね。まあ先週だったかな、先々週かなんかもそのタイトルについてちょっと軽くお話ししたと思うんですけれども、まあその写真集の最後の後書き、直筆の後書きのところに本当に自分の日々に対する思いを込めたメッセージが書いてありますので、ぜひ読んでほしいな。でも普段から結構割と私が言っていることというか感じていることなので、割と皆さんすごくしっくりくるものなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、改めてぜひぜひ皆さんの元に届いたらいいなと思います。ありがとうございます。では続いて、ラジオネームブラックさんからです。相田さんこんばんは。先日3月25日に発売となる日々の各店舗特典が公開されましたね。また23日には発売を記念した特別番組が YouTube にて配信が決定したりと、いよいよ発売日が近づいていることを実感しています。このお便りを書きながら23日に開催されるサイン会で話したいことを考えていますが、話したいことだらけで現状うまくまとまっていませんが、当日は楽しみたいと思います、とのことです。そうですね、皆さんと久々にこうしっかり近距離でお話ができるので私もすごく嬉しく思いますね。サイン目の前でするのかと。あ、でも終わってるもんね、もう。もう終わってますもんね。そうだ、はい、きっと楽しくお話できたんじゃないかなと思います。なるべくね、一人一人しっかりこう時間を取りながらね、お話できたらいいなとは思ってるんですけれども、で残念ながらこの23日のイベントはちょっと外れちゃったよって方もたくさんいらっしゃったようなんですけれども、まだこれからね、イベントたくさん残ってますし、追加になったイベントもありますので、ぜひまた参加していただけたらなと思います。では続いて、
ラジオネーム、デンエンさんからです。リカコさん、こんばんは。ついに、3月25日に、セカンド写真集、日々が発売になりますね。いろんなメディアなので、続々と先行カットが公開されていたり、リカコさんも SNS でオフショットやムービーをアップしてくださったりしていますが、やはり現物を手に取って初めてページをめくる時の感動は何者にも変えがたいのだろうなと思っています。リリースイベントもたくさん計画してくださっていて、直接感想をお伝えできるのが嬉しいです。大人になったリカコさんの日々を拝見できるのをとっても楽しみにしています。個人的には3月23日が誕生日なので、サイン会で直接写真集を受け取れるのが夢みたいです。忘れられない最高の誕生日プレゼントになることは間違いなしです。とのことです。あ、じゃあ昨日がお誕生日だったんですね。そっかそっかそっか。いや、本当に、そうね、なんかこう、やっぱ CD もそうなんですけど、間にかことしての作品がこう手元に届く瞬間って本当になんかね、何も変えがたいっておっしゃってますけど、本当にその通りで、なんだろうな。なんか不思議な感覚ですね。ファースト写真集の時もすごく嬉しかったけど、また違った喜びがありますね。あの時はね、やっぱ初めてだったから、またちょっと違うね、感覚もありましたけど。はい。ありがとうございます。またね、あの時からいろいろ日々を積み重ねてのこの作品ですから、また重みが違いますね。じゃあ続いて、ラジオネーム、ねねっちさんからです。あいださんこんばんは。約1年ぶりにメールを送ります。1年前、大学2年生にしてバイト未経験であるが、面接が嫌で踏み出せないといったメールでしたが、1年後の現在進展がありました。面接を乗り越え、ドラッグストアでバイトをしています。おー。相田さんの某スーツ店の面接話が今でも印象に残っています。新たなバイト昔話があればお願いします。PS、写真集楽しみで使います。とのことです。ありがとうございます。そうね。あ、でもとりあえず良かったです。バイトすることができて、大事な一歩をね、大きな一歩を踏み出せて良かったです。私のバイト話は、ろくな話がないですよ。まあいろいろやってたね。まあファーストフード店でもやってたし、デニーズもやってたって話したかな。そう、デニーズが好きでさ、食べるのが、もともと、で、働いてみたりとか、あの、コールセンターもやってたでしょ？もうなんか、コールセンターは、何箇所かやったことあるんですけど、なんか、一箇所面接で、あ、おめえ、面接っていうか、なんか、一般常識を問われるみたいな、あったんですよ。テストみたいな。で、まず、面接会場に行って、部屋に連れてかれ、なんか冊子っていうか、なんか紙が何枚か置いてあって、で、問題を解いてくださいみたいな。で、できたら呼んでくださいみたいな。で、したら、なんて言うんでしょう、数学みたいな、なんかこう、テスト形式のもので、あと国語とか、で、ねえ、何も書けなくて、私。何も書けなくて、何も書かずに帰ったことはありますね。バイトっていうか、面接。無理だ、終わったと思って何も書かずに帰ったこととかはあります。懐かしい、いい思い出。だからね、本当に、そんなね、こんな私でも一応バイト経験あるから、多分ね、もう誰でもできると思う。もうみんな、素晴らしい、本当に。はい。ね、今だったら何するかな、バイト。何したいかな。なんだろう。でも今だったら、なんか何でも頑張れる気がする。やっぱりいろんな経験を経てきて。そうだな。でも接客はな、どうだろうな。接客はやっぱ相変わらず苦手かも。やんない方がいいかも。何がいいんだろう。何が向いてると思います、逆に。私に向いてるバイトを教えてほしい。やっぱ自分じゃわかんないから、何が向いてるか、
これいいんじゃないっていうのあったら、ちょっとみんなお便り送ってほしい。うんうん。自分じゃ知らない才能をちょっと皆さん、ぜひ引き出してください。はい。ということで、皆さん、たくさんのメールありがとうございました。これからもお待ちしております。それでは、ここで一曲お聴きいただきましょう。相田理香子で、オーディナリーラブ。リカ子のラララジオ。ここからはこのコーナーをお届けします。ラララトレーニング。私が主に脳みそを鍛えていくコーナーです。それでは皆さんから送っていただいた謎々を紹介しましょう。ラジオネーム海猫さんからです。王が求める漢字は何でしょう。王様の王ね。王が求める漢字。あ、え？玉？え？あ、当たり？あ、玉？あ、こう、九、九？王が求める、そう、ここに書いてあるから、王ガッチャンコすると、王と求めるガッチャンコすると、玉ってことですか？あーえー謎謎？なんか、簡単に解けちゃ、なんか、あ、いい、いいですか？大丈夫？合ってる？なるほど。うん、なんか解けたのにしっくりきてない。どういうこと？どういうこと？まあまあまあ、いいか。解けたもんね。じゃ、次。ラジオネーム、フレキスチャンネルさんからです。ずっと寝ないでテレビばかり見ている動物って何？え？普通に行くと何？何怠け者。行くとね。猫。なんかそういう怠け者要素が動物のその名前の中に入ってるってことですよね。なんか、可愛い動物ですか。まあ動物はみんな可愛いけど、なんだろう、ウサギ。なんだろう、もうダメだダメだ。まぐれだったわ、さっきのは。ずっと、寝ないで、立ってテレビを見てるってことですか？立ってる？そういうことじゃなくて、起きた状態でってことですか？テレビっていうのはなんかあります？その関連性。本を読んでるとかでもいいってことですか？寝ないっていうことですか？ずっと起きてる。クマ。起きてるってことですよね。肘。違う。起きる。寝ない。ミーアキャット。違う。私その、あ、キリン！キリンって、なんか立ったまま寝てるんじゃなかったでしたっけ？あ、違う。謎謎ね。謎謎です。これは。私はその動物に会ったことありますかね？ありますか？本当ですか？動物園とかにいる。日常生活で歩いてています。会うことあります。ネズミ。ネズミ？ネズミ？ネズ？ネズミ？寝ずに見ているから、うわぁ、やばい、やばい、全然ひらめかなかった。マジか。はい。ということで、今回は以上になります。引き続き、私の脳を鍛えるために、謎々をお待ちしております。以上、ラララトレーニングでした。このラララジオ。ここからはこのコーナーをお届けします。アイダリカコクイズ。皆さんから送ってもらった私アイダリカコに関するクイズに私自身が回答していくコーナーです。では紹介していきましょう。ラジオネームもめんさんからです。問題。
2021年2月20日に公開されたラブライブサンシャインのみんなで叶えるセキュリティ講座第1回のオンラインサービスを利用する際に気をつけないといけないことで、コンピューターウイルス対策ソフトを導入して、さらに常に〇〇〇〇にしておこうという問題に対して、アイダさんは何て答えていたでしょうか？いや、覚えてますよ。なんか、そう、セキュリティ講座みたいなのに、なんか呼ばれて、私。本当にそういう知識全くないのに、あ、私今思うと本当に悪い例として呼ばれてたんだなって気づいちゃった。本当。そう。なんだったっけな。ウイルス対策ソフトを導入して、さらに、もう正解も覚えてないですもん。え、常に最新にしておこうとかでしたっけ？アップデートを、私はなんて言ったかってことですよね。答えも覚えてないけど。常に、なんて言ったかな？ウイルスを潰しておこう。違う。なんて言ったかな？常に〇〇モード〇〇モードにしておこう。お休みモード、スリープモード、私そんなこと言ったっけ。スリープモード。最近メールによるサイバー攻撃も多いので、改めて見てリアルに勉強になる動画でした。相田さんのスマートフォンをダンベルで壊すお話もとても良かったです。壊したのは実はね、スリープモードか。正解は何なんですかね。最新、常にアップデートしておこうとかなのかな。見ればいい。じゃあそうですね、気が向いたら見ます。はい、ありがとうございます。次、ラジオネームさとぴさんからです。声優グランプリ2023年10月号より出題です。最近ですね。編集部のこぼれ話のコーナーに書かれていたことで、撮影時相田さんのしたことにスタッフが歓声を上げる一幕があったとありましたが、その時相田さんはどんなことをして歓声が上がったのでしょう。お答えお願いいたします。これは私のインタビューじゃなくて編集部の方が書いてくださって、私これ読んでないわ。読んでないわ、ごめんなさい。隅々までちょっと、これあれですよ。10月だから多分、アクト2の、取材の時、キネマクラブっていう、ちょっといい雰囲気のライブハウスみたいなとこで撮ったやつだと思うんですけど、何？私なんかやったかな？全く記憶がないです。何？あ、なんか、なんかケーキを、誕生日お祝いのケーキをいただいたりとかして、いやー違うな。なんでだろう。なんですかね。結構難しいことですかね、それって。私、それよくやってます？やってない。なんだろう。ターン。わかんない。答え見える？もう、だってわかんないもんね。一息でチケットカウンターに飛び乗った。チケットカウンターの上に乗れますか？との指示に、はい、と答え、スタッフさんが、脚立を見つけるより前に一息で乗ってみせたという相田さん。アクアとしてもたくさんダンスをこなしてるだけあって、さすが見事な身のこなしですね。うわぁ、そんなことあった。そう、結構清楚めなワンピース着てましたけどね、この時。そう、なんかさ、ね、申し訳ないじゃん。乗せてもらうのもなんかちょっと。あ、結構そうだね。高めのカウンターに。はい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 。そうなんです。なんか、ステージとか乗る時もさ、なんか階段とか使わずに、ふってこう自分自力で行きたくなっちゃったりするんですよね。はい。ということで、今回は以上になります。引き続き、私、相田理香子に関するクイズをお待ちしております。問題と答え、情報の元を一緒にお送りください。以上、相田理香子クイズでした。
だりかこのラララジオエンディングのお時間です。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。宛先はりかこアットマーク joqr.net rikako@joqr.net です。番組の感想や各コーナーへの投稿をお待ちしております。そして番組公式 X も稼働中ですので、ぜひフォローしてください。また推奨ハッシュタグはカタカナでラララジオです。ぜひつけてポストしてください。ここで私からのお知らせです。セカンド写真集日々が明日3月25日に発売されます。引き続きイベント等もございます。そして追加で解禁になったイベントもありますので、ぜひぜひ詳しくは公式ホームページをご覧ください。続いて番組からのお知らせです。番組の新グッズが A&G ショップにて販売中です。ぜひチェックしてみてください。この後、それではこの時間のお相手は相田理香子でした。この後のコーナーもぜひ聞いてください。それでは皆さん、ララバーイ。理香子の日夜反省会。このコーナーでは放送での反省を私なりにしていきます。もうちょうど先ほどお話ししていた声優グランプリ2023年10月号がね、ちょうど文化放送さんにあったので持ってきていただいて、確かに書いてました。はい、こんな後書き書いてくださってたの、そう、知らなかった。はい、そしてそう、遡って私のデータフォルダーを見ていたら、ちょうどこの何チケットカウンターの上に座ってる写真があったので、ちょっとこちらもお見せしたいと思います。はい、多分私結構身長低いから私の腰よりは高いかも。確かに意外と腕力あるんだなって思いました。多分ね、この会場行ったことあるよって人もいるかもしれないですけど、はい、ぜひ行ってみたら高さこんなぐらいだなって確認してみてください。